スウィングファイアは1960年代に開発され、1966年から1993年まで運用されたイギリス製の第一世代優先誘導体、戦車ミサイルである。誘導方式はマクロス。スウィングファイアはフェアリーアビエーション社とブリティッシュエアクラフトコーポレーションによって開発された。両社はスウィングファイアのプロトタイプであるオレンジウィリアム隊。 戦車ミサイルを開発している。このスイングファイアの名称は、射撃後に照準器が指示する方向へ90度の方向転換が可能であることから名付けられている。これにより、射撃、操作手が発射母機から離れたより有利な位置に潜伏して誘導できるため、操作手の生存性を向上させている。この他、FB438 スイングファイアや、 FV-102 ストライカーなどの装甲車に搭載して発射することができる。また、発射母機によって違った名称で生産されているので、以下に記述する。湾岸戦争やイラク戦争で活躍している。長い審議の末、2005年中頃にスイングファイアは、ジャベリンに代替されることが決定した。ありがとうございます。